リミテッドアニメーションとは、アニメーションの表現手法である。リミテッドアニメーション従来のフルアニメーションのリアルな動作を追求した表現手法に対し、簡略化された抽象的な動作を表現するために、動きを簡略化し、セルガの枚数を減らす表現手法として考案された。ワーナーブラザース制作、チャック・ジョンズ監督のドーバー・ボーイズで初めて実用化され、 アメリカのアニメーション制作会社ウパにより本格的に導入されたが、後のハンナ・バーベラなどにより、もっぱら省力化のために使用された。日本では戦後アニメ創成期において、虫プロの手塚治が、テレビアニメの、鉄腕アトム制作に制作費や、制作時間を削減するために採用した。これにより、リミテッドアニメーションを進化させ、同時に、 日本製アニメーションの手法として定着、現在では洗練され、アニメの手法として発展している。画面の一部だけを動かす場合、特にキャラクターの体や顔の向きと輪郭はそのままで、目や口だけが動く、画面内の多くのキャラクターのうち、1.2名のみが動く、複数のキャラクターが全く同様の軌跡で動く、などが特徴である。海外のリミテッドアニメは、 動画枚数が1秒あたり12枚、つまり2コマにつき1枚の動画を作成することが多いが、日本のリミテッドアニメは、さらに少なく、1秒あたり8枚、つまり3コマにつき1枚の動画を作成することが多い。他にも、同じようなシーンで、セルガを使い回すバンクシステムなどの工夫が知られる。シンクロボックスは、静止画像やアニメーション上のキャラクターの口の部分に、 口の実写映像を光学合成するものであり、リミテッドアニメーションの中で最も極端な例の一つとして知られている。この技法は1950年代にエドウィン、テッド・ジレットがテレビ CM 向けに動物が喋っているように見せるために考案したものである。ジレットは1952年2月4日にこの手法を特許として申請し、 1956年3月27日に特許を取得した。音声と映像の動機が難しかった当時、シンクロボックスはアニメ制作の省力化に用いられるようになり、主な使用例としては、カンブリアプロダクションズの冒険オーカーゴ、宇宙ライダーエンゼル、キャプテンファドムなどが挙げられる。その後、シンクロボックスは本格的なアニメーションの技法として使われることは、 少なかったものの、テレビ番組などで笑いを取るため、他の実写映像に別人の口を合成する形で使われるようになった。ありがとうございます。